用化、そして専門的で高度なスキル、医学の目覚ましい進歩に対応するためのキーワードです。医学を志す者に最高レベルの医学教育、医学研究の場を提供する、そして医学・医療分野の最先端で活躍できる実践的な人材の育成、これが医科学専攻の使命です。学ぶ者には高い志と強い意欲が求められます。身につけた最先端の専門知識を生かすため、未知未踏の世界に飛び込む覚悟を持たなければならないのです。医科学専攻では世界に研究成果を発信できる研究者の養成を図っております。さらには国内のあらゆる分野のトップリーダーを養成しています。東北大学は国内でもトップクラスの研究環境を誇っており、あらゆる医学研究を行うことができます。私たちは将来そのようなリーダーになりたい人材を求めております。医科学専攻修士課程では様々な学問領域から学生を受け入れ、2つのミッションを果たしてまいりました。ミッションの1つは医学系研究者を育成するということでございます。修士課程ではその土台作りを行い、博士課程への進学へとつなげる役目がございます。第2のミッションは高度に専門的な医療系職業人を育成するということで、きめ細かい指導を行っております。我々はいわゆる感染症を研究対象として扱っています。で、感染症の中ではですね、特に最近新興感染症という新しい感染症が出現して、でそれが世界中に広がっていくというようなことが次々に起きています。でそういう感染症をいかにしてコントロールできるかと、でそういう視点での研究を日本だけではなくて、でフィリピンとかモンゴルとか、でそういった国でも、研究を行っています。で我々は主に、ウイルス感染症を扱っているんですが、でそれもウイルス学的な視点から研究をするだけではなくてですね、いわゆる疫学、感染症がどういうふうに広がっていくのかと、でそういう研究をしながら、それをどうやってコントロールしていくかということを考えながら研究を行っています。現代の日本では肥満や糖尿病の患者さんがどんどん増えているというのが社会的な問題になってきています。それただ肥満や糖尿病にならないように体は予防システムというのを持っているということが分かってきました。でそれの、臓器と臓器の間の、代謝情報を連絡し合って全身の代謝情報を投与するというようなシステムというものが我々の研究で分かってきまして、そこには神経が大きな役割を果たしている、あるいは脳が全体を投与するということが解明されつつあります。そこでこのようなシステムをうまく活用することで、インシュリンを打たなくても、あるいは食事療法をやらなくても、糖尿病や肥満が治療できるというような新しい治療法の開発につなげていきたいと考えています。